バーバラ・クラフトはオーストリアの画家である。最も世間でよく知られているモーツァルトの肖像画の作者である。現在のチェコ、ビソチナ州のイフラバに生まれた。父親のヨハンネ・ネポムク・シュタイナーはオーストリア帝国の宮廷画家で、バーバラは父親から最初の美術教育を受けた。父親とウィーンに移り、1786年にウィーンの展覧会に出展して、 肖像画家として認められ、ウィーン美術アカデミーの会員になった。クラフトの有名なモーツァルトの肖像が1789年に薬剤師のヨーゼフ・クラフトと結婚し、1902年に後にミュンヘンで版画家になるヨハンネ・レポムク・クラフトが生まれた。ウィーンで数年過ごした後、ザルツブルクに移り、その後プラハに移り1803年までプラハで活動し、 多くの注文を受けて、肖像画を描いた。1803年から1821年の間は、ザルツブルクで活動した。その後は、バイエルンのバンベルクで暮らした。多作な画家で、例えばバンベルクでは4年間に145点の肖像画を描いた。クラフトの作品で最も有名な作品は1812年に描かれたモーツァルトの肖像で、その後、 多くの書籍などに掲載されることになった。この作品はモーツァルトが亡くなった28年後に描かれた作品で参考にされた肖像画は1780年後半から1781年初めにかけてザルツブルクでモーツァルトの父親の依頼でヨハンネポムク・デラ・クローチェが合奏するモーツァルト家の家族を描いた作品であるとされる。ありがとうございます。